はい、というわけでなんかめちゃくそうるさい音からこんにちは、どうもオルです。というわけでね、今回もニュースーパーマリオブラザー2やっていくというわけで、3の4でね、ちょっとスコア稼ぎのちょっとね協力をしてもらってるところですね。今スコア見えるかな、めっちゃスコアすごい量で増えてるっしょ。そう、50コインを稼いでるから、そのコインの倍数のおかげでめっちゃスコアを稼げるっていう。ならもうコインこのステージ完走してるもんね。まあ、残りちょっと100秒台ぐらいまでちょっとやったりして、ちょっとスコアも稼いだりしていきます。これ、カンストってなかなかに遠くない？ゴールドマリオ先になくなっちゃうよね。まあ、というわけで、この後すぐに、あれですね、皆さんの方の画面は多分前回ね、6の面のステージでちょっと、ゾロ目ゴールたまたまできたんで、ちょっとその虹のステージやっていこうかなと思いますんで、とりあえず、そっちでお会いしましょう。バイバイ。ヘキサゴン、というわけで6の虹のステージ。いろいろ金稼ぎもしてきたんで、早速行ってみましょうか。ここのコインステージはどんな感じなんだろう。ここまで来たら全ステージ見たい感もあるけど、さすがにどうなんだろうね。ここら辺は、トランポリンステージか。なるほど、一定数立ってればそこでゲット、金のゲットは簡単にできそう。いや、めっちゃ速いな、回る速度。見えるみんな。めっちゃ回る速度速いぞ。ここは中心になるより、これだけなんでめっちゃ速いんだ。なんか速いやつと遅いやつの差がめっちゃある。そこに立ってれば全然ゲットできるんだろうが。で、赤コインが今のところ全然ないな。おー、100コイン割った。で、赤コインがあったね。これゲットしていきたいね。で、ほいほいほい。めっちゃ楽だな。ボーナスデータがめっちゃ楽。大砲なんてもはや存在しなかった。ありがとう。これ、タヌキが。おかげでなんかね、パワーアップしましたよ、ほんとに。で、ここら辺で金受け取っといて、あの間突っ込みたいね。うふー。オッケー。まあでもそんな、なんか特別感はあんま否めなかった。なかったね。なかったね。まあというわけで、じゃあ今回は6の鳥で、ブイブイ君がパワーアップしてることを願う6の鳥で行きましょうか。もうなんかクッパ面近いね。それで終わればいいんだが、なんだ？え、これ。あ、叩いてる間、しばらく止まる系の、あれ？そうだね、あれだ。え？ヒップドロップ前提じゃん。ヒップドロップ前提。おお、あいつファーじゃねえのよ。めっちゃファーじゃねえのよ。で、こっちま叩いといて、上行っても別にスターコインでもねえな。スターコインあるかなーって期待してたんだけどねー。でかに、この上とか絶対ない？この上絶対あるよね。そうだよね。なんか、からさまにありそうな感じがした。なんか最近ちょっと配置が露骨だもんね。で、これはまあ別に叩く必要は別にないんだ。で、叩いたところでだもんね。で、こっち行って、扉があっち側にあるね。まあこれはヒップドロップでやっちまえばいいんで、早速お邪魔しまーす。タコインください。ブイブイくんなんかいい感じに変わってんのかね。うおめっちゃ怖いじゃん。普通にめっちゃ普通に殺意高えじゃんよ。で、これは次どこ行けばいいんだろう。真ん中行ってみるか。こっち行ってみる。で、ちょっとこう上行って、多分上に行ったらなんかあるんでしょうね。この感じ、この感じ、上に行ったら絶対なんかあると見てるんだが、あったね。オッケー。で、これ取っちゃおう。で、下降りちゃおうか。なんか怖えな。その身を任せて下に降りてくるのなんか普通に怖くない？あ、普通に平気。ほぉまあまあ何も見なかった、みんなは。みんな何も見なかった、いいね。なぜならこれ、この葉を取って、そう、パワーアップしちゃうからでございますね。なんか真ん中めっちゃぐるぐる回転してない？グランドクロスが。いや、グランドクルスかもしんない。やばいね、ちょっとあれは。ちょっと大の大冒険好きが出てしまいましたね、自分の。自分大の大冒険好きなんですよね、ドラクエの中だと。まじ、あ、で逆に言えば大の大冒険があんま知らないという。ドラクエ唯一知ってんのはモンスターぐらいだからね。イルとルカのやつはやってた記憶がありますね。ちょ、いや、ここは、え、降りてったらこれダメ。これ降りた場合どうなの？ねえ、これ降りた場合さ、リフト君って復活する？ねえ、復活する？あ、言うのいや、これはもう大勝だから、みんな。なんか隠しありそうだね、あの感じ。絶対あれ隠しでしょ。ねえ、あの叩けみたいな感じで言ってんだから。絶対隠しよ。隠しじゃないわけがないんだ。で、ここら端っこら辺立っとこっか。しゃがんで、先行っての、ここら辺にあったよね。ここら辺に、ポン。で、ここ入るっしょ。3枚目かな？それとも、3枚目が実はこれとか、そういう感じじゃなーいかな？ないんかな？ないっぽいね。うん。で、上には出ないね、こいつ。で、これ多分上に行ったらなんかあるね、これ。うん、スターコインあったね。めっちゃすごい暑いね。めっちゃ猛暑だね、って感じ。はい、出れ。ここで、てか、あっち側に渡るのが結構死なんだな。ただ、これでこっち側から行って、はっ！はい、オッケー！ブラボー、ブラボー、遊戯ボーイって感じで、おい、デカカノン君、こんにちは。え、木の葉くれ。オッケー。やっぱヒューガー木の葉にいて最強。はい。行きましょう。で、今回の VV 君は一体どんな風に変わったのか、もう多分最後 VV だよね、これ。ファイナル VV だよね。ちょっと悲しくなってくる。どんな感じ？ん？
なんかちょっとでかくなった？なんかちょっとでかくなった疑惑あるね。オッケー、まあ、ちょっと一回これで。あー、多分これ地鳴らしだね。まあ、地鳴らしてもらっといて、まあ、これはもうあとは待ってるだけで終わりなんじゃないねえ、下のブイブイ。いや、もう普通に行っちゃおうか、殺しに。あ、地面完全になくなるっぽい、ボン。ほんとブイブイ弱いな。ブイブイ、ブンブンよりも弱い。ブンブンの方がまだ強く感じる。あいつはパワーアップしてたからね、裏面で強くなることを期待しよっか。なんだ次の。絶対あれじゃん、これ、なんかカンクロでしたっけ？カンクロじゃねえ。それナルトだわ。あれなんか闇クロだっけ？そんな感じの名前教わったけど、なんかあんまりあの彼氏の名前覚えてない。嫌なやつだからあんま名前覚えたくないっつって、あんま無視した記憶があるからな。せっかくコメントもらったのにごめんね、コメントしてくれた人。いや、ほんとに申し訳ない。んおいおい、普通にあるやないかい。絶対これいるよ。あのパンプキン顔のクリボーと、あのカラス絶対いるわ。間違いない、俺の勘が言ってる。あのカラスめっちゃ揺れてるな。大丈夫？重いんかな。普通になった。行き帰りの時だけ疲れてんだ。なるほど。ほん、危ない。これなんだ、金。てなさく、一体ちょっとこっち来てもらえる？一回ちょっとこっち来てもらえる？俺のなんかちょっとこれお化けステージなんかな、これ。一応これお化けステージ、これってお化け屋敷ではない。いや、これはちょっと今の仕方ね。ちょっとテレサの位置が外役だった。外役テレーサって感じ。で、これはでもね、ここでね、俺このハゲットできるんですよ。そういうことを知っている。そう。マリオだからね。私マリオなんで知ってます、これ。このゲームマリオなんで。あ、かわいい、テレン君。テレン君声かわいいよな。へはははは、つってるもんね。俺の声気持ち悪かったわ。ごめんね。めっちゃ自信。なんだこの下の丸は。基本は丸だね。やっぱ基本は丸なんだね。だから基本は丸なんだからって感じだ、ほんとに。これちょっと、ここら辺で滞在。オッケー。で、ここら辺で上行っちゃおっか。で、3枚目は？どこだよ。普通にどこだよ。これもしかしてさ、今度こそこの上にあったりとかしねえかな。このテレサのさ、なんかこのブロックの上、なんかありそうじゃないって感じすんだけど、気のせいかな。それでもこの上とか。危ない危ない危ない。ちょっと待って待って待って、テレン君落ち着け落ち着け、テレン君落ち着け、な、一旦落ち着こう。で、こっち側行って、この上とか別にない。あれー、どこで2枚見逃したんだろう。それっぽい場所あった。あるとしたら俺あそこな気がするんだけどな。ちょうどテレサがいた場所ー。どこだ2枚目。2枚目どこだよ。え、それっぽい場所あった？あったかね？甘い。オッケー。ちょっと待って、みんな時間なくなっちゃうよ。ん？なんだここ。ここなんかある。おー、そっちもなんかある。おー。なにそれ？え、なにそれって感じ、ほんとに。普通になにそれ？このあの下かな？やっぱ怪しいの。この下怪しいかな？ちょっと乗れる？なんかある？なんもないね。ちょっと待って、2枚目の場所がわかんねえ。ちょっと待って、2枚目どこだ？いや、ごめんみんな、2枚目無理かも。2枚目普通に無理かもしんない。あ、普通に滑っちゃった。ごめん、何やってんだろう。めっちゃ滑ったな。いや、ごめん、2枚目ちょっと無理そうだ。一回ゴールしよっか。どこ？ 2 枚目あった？どっかに。これ3枚目だぜ。カラス多いし。ちょ、カラスくん多いね。めっちゃカラスじゃん。カラスばっかり嫌になっちゃうね、ほんと。そんな生ゴミとか炊いてないのに。じゃあ、テレン君にぶつかっちゃった。ごめんね。テレン君可愛いから許して。許す。オッケー。で、ここら辺はなんだ？上に行った方がいいのかな？ちょっと待って。カラスの挙動がわかんねえ。カラスいつ来る？今でしょって感じ。オッケー。まあ、すっげえスコア最低クラスだけど。2枚目どこだ？それが気になって仕方がない。1枚目は割とすぐあったじゃん。2枚目の範囲がむしろ広すぎるな。どこ？あー、やっぱここら辺とかになんかあるかな。なんもねえよな。どれだ、どこだ。何のヒントもなしか、今回お化け屋敷だから。ありえるね。どれだ、どこにあるの。なんでここだけゆっくりなんだ。あ、みんなここの上。今俺は過去一腹が立ったぞ、あいつに。めっちゃ腹立ったぞ。この上なんかあるから、ツタあるかなと思って期待したらあれだよ。ふざけてんだろ、あいつ。この世で一番嫌なやつって感じ、ほんと。銀がギリギリって感じ、ほんと。ほんと、ぎっちぎり、ぶっちぎりのやべえやつって感じだよ、ほんとに。どこ？この上とか。お！ 2 回目はいらねえよ。この上とかないもんな。スターコインどこだ？スターコインどこにもねえ。もうだってここ3枚目。もうここ3枚目だぜ。どこよ。
若干横にずれてる。嘘だろ。いや、みんな、あった。なんかついて、なんか飛んでたら、なんかあったわ。いや、わかるか。いや、普通だったワンナップみたいにさ、普通あんな風に合ってるもんなんじゃないの？なんで若干ずれてんの横に。腹立つ。まあいいや、とりあえず普通に、まあゲットできたからいいよ、許すよ、もう。いや、普通に、そんなことあるからって感じだよ、本当に。いや、マジかよ。もういや、とりあえずちょっとゴールしてくるわ、みんな。いや、あれのせいでめっちゃ時間食ったぞ。最悪だ。あとで6の5行きましょう。もうこれ終わったらクッパか。クッパ意外なんかステージちょっとチャッチくなってる？え、これ何？え、何それ？なんか、銅像なのか？銀像？まあ、色的には銀だけど、銅ではなさそうだけど。いや、ダジャレじゃないよ。で、これ鉄球が転がってきて、絶対ここなんかある。全員今なんかここあったぞ。え、ここまでだけ？そんなことない。これなんかあったよね、さっき。俺の勘違いだったようだな。勘違いするなって、俺の中のパラカスが出てきちゃうね。え、これなんか上側なんかあるってことでよろしいんすかねって感じなんだが、なんもないな。なんかもう一枚目にすでに見逃して、ちょっと待って、あれ下のあれ豆じゃないのか。待って、ノコノコいた？ちょっと戻ってみる。ノコノコいるかな？復活してるノコノコいてくんねえかな？俺殺しちゃったかな？結構。いてくれること願いたい。あっち。いや、待て、みんな、そもそも釣ったかどうかもわからんじゃん。一回ちょっとヒップドロップしてみ。あいつだわ。よかった。あいつだわ。炎に焼かれて消えたあいつだわ。で、これ一回ちょっとジャンプで避けて、スターコインっぽいのはないんだよな。ちょっとこれ一回ちょっと斜め。うわ、そうだ、俺スピン、今、なんか癖でスピンしたわ。癖でスピンしちゃった。一回ちょっと、で、からの一回こっち側斜めにして、の、斜めにしてからしばらく立っとかないとダメだな。斜めにしといて、カツンカツン、もう塩落としみたいになった瞬間を狙う。オッケー、完璧でございます。多分これ一枚目でしょ。およ、違う。あぶねえ、炎も来るのか。あぶなかった。気づかなかった。で、1枚目。オッケー、1枚目だわ。あぶねえ。勢いに身を任せ死ぬとかだった。ちょっと中間の位置やらし。中間が下ろす位置やらし。で、タヌキね。オッケー、タヌー。オッケー、タヌーゲットです。で、これは、お。なるほどね。そういうことね。俺は斜めに入力するぜ。はい、行ってらっしゃい。おい、ギリギリだね。ギリギリだね、今の。だいぶギリだったよ。我ながらギリギリだったね。もうちょっとちきらなきゃいけなかったんかな。ちきらなきゃって、おめえかい。なんでおめえ出てくんだよ。で、いらないで、これこそなんかあるだろう。ないわ。上になんかあるわ。で、たらこっち側に行け、ちょっと。おめえマグマが怖いよー。ほほほー。で、指標どし。で、こっち。若干届かねえな。若干届かねえでやだな。これ、ポーン。ポン、ポン、ポン。で、落ち着いたぐらいで、いや、若干届かねえな。ここら辺、オッケー。で、おい、倒れてこいや。おい、オッケー。で、3枚目ゲットして、あとはゴールするだけでしょ。おいや。おお、なんか、おお、めっちゃ殺意の高いクッパスペシャル。だが、無意味だ。オッケー。感動的だな。さあ、というわけで、じゃあ、もう、クッパステージまでやっちゃう？どうする？クッパがそもそもラストかどうかもわからんからな。これでラストとは思えねえんだよな、クッパ。ちょ、挑んでみていい？クッパこれで終われたら俺到底思えないんだけど。どう思う？でも今回ステージ的にマップないかな、もう新しいの。行ってみっか。行ってみっか。うわ、目がシャキーン出た。玄関になんか、人のセンサーみたいなやつね。で、ここはなんだ？どんな感じのステージだ？めっちゃ普通にバーナー。危なかった。普通にバーナー普通ではない気がするが、もうそれは。それはもう普通の範疇を超えてる気がするが。おいおいおい、オッケー。スターコイン絶対見逃せないかね、俺。で、これもう走ってっちゃうか。これ絶対なんか上にあるね。俺の考え言ったら、なんか上に行けねえな、これ。なんか上に行けなかったな、みんな今。なんかどうするよ。これ一回戻るかい。戻るかい、これ旦那。一回戻った方がいいかもしれん。なんで戻れねえじゃねえかい。ちょ、待って、どういうことだい、これ。どういうことだい、なんでいけねえんだい。ちょ、待って、どういう、ちょ、じゃん、ひるむんじゃねえよ、旦那。ちょっと、どうなってんだい、これ。ちょっと、痛えな、旦那。ちょっと待ってくれ。おい、ちょっと待ってくれ。行け、ちょっと待ちな、旦那。これ、こっちで今のタイミングで行くべきだな、旦那。スターコイン絶対見逃したな、これ、旦那。一回死んでいいかい。一回ちょっと死ぬかい、一回ちょっと。一回死ぬな。あー、なんか、この上あたりがいけそうだな、みんな。ここの上なんかありそうじゃない。ここの上でもう行けるとしても、そうだよな、足場が出ないんじゃ。タヌキ前提か、これ。タヌキないといけないかな。なんかその感じもするな。タ
ヌキ前提感否めねえな。ちょっとスタコ1枚目ちょっと諦めるかみんな。スタコ1枚目無理そうだな。あーとなるとちょっとまあ仕方ねえかって。何お前なんなちょっと行こう。オッケー。その間ちょっと一回こっちが調べてみるか。なんなんだこのブロック、異常に なんかあるブロック。あー分かりかねるがって感じだな。危ないなーって言って、ちょ待って、もうこれちょっとみんな死んだ意味ねえわ。タヌキがねえとちょっと無理そうだ。タヌキ前提だな。おー危ない。せっかくゲットしたこのゴールデンヘルムがなくなるとこだったら仕方ねえ、行くしかねえか。まあ、こういう時は仕方ねえ、諦めていざ行くしかあるまい。これなんかスタコインが下にあるわけではない。オッケー。うっ危ない。これ一回上は上のやつあれね、ずっと出るわけではないのね。その間通り抜けていけというわけではござんすね。なるほど、もうこれはご了承。ちょっと待って、スターコイン1枚もねえぞ。ちょっと異常じゃないかこれは。スターコイン1枚もないのはちと異常じゃない。今とクッパ様以外何も。あれスターコインあるな、あそこに。ちょっと待って、これは何、タヌキ、いや違う、あこれタヌキ、あタヌキ欲しい。ちょっと待って、これずっと待って、先に行かなきゃか、スネークよりも。そういうタイプしてくるね、クッパ様。急にクッパ様若干スターコインの難易度上げてくるじゃん。あれが何枚目か確認したかったんだが、これさすがに2枚目な気もしなくもねえな。まだ中間行ってねえもんな。これ中間か、あえて取らずに行くか。うん、何しに来た、死ぬ全死ぬじゃん。何フラッシュ、いやキーラもびっくりなぐらいのフラッシュで、これまあとりあえず飛んで、この辺ちょっと大丈夫、飛ぶよ。オッケー。これ食らったらどうなんだろう、食らってみたい欲もあるな若干。あーちょっと待って、一回ちょっと待とうか、一回待って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 、はい、オッケー、フラッシュ。これちくわ、なるほど、これはちくわを利用して一回戻ろう。一回戻ります。まずい、あーフラッシュ、危なかった。オッケー。でからのこっち行って、危ねえ。まあこれは普通に出していきましょうか。で出して、うーちょっと待って、壁じゃん出なかった。いやでも中間は取んなかった。でも意味がない、タヌキがないがな。だからここでタヌキはもうゲットしちゃおう、みんな。もう俺はもう甘んじるぞ、もう欲張っちゃう、もう欲張っちゃうから本当に。行きます。でみんなこの上さ、いけるねやっぱり。あでもスターコインじゃんあるやんけ。でこれ帰れなくなってるし。先にあっち叩いちゃったから。いやあれ嫌らしいな、あれ何、逆走できねえよルートってことか。普通に嫌らしいね、ちょっと任天堂さん、クッパ様と言うべきか。うわそれも嫌らしい、それもまた嫌らしいね。でまあとりあえずワンナップ出しといて、カロン撃滅で、このバーナーずっと出るんで、もうあとはもう2枚目の場所もかかってるんで、ちょっと割愛しましょう。ちょっやったねー。みんな、ここ上ブロックあるじゃん。なんだなんだ、俺タヌキじゃない取りに行けないかと思ったら、これ普通にブロックあるじゃん。なんだ、じゃあ俺普通に、なんで俺何のために今まで俺苦労してタヌキに来てたんだろうね。オッケー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 。で戻れもする、完璧よ。さっきバカみたいに壁ジャンして死んだんで、ここで壁ジャンせずにこっち行って、ここ行って、ここかなり早めに行かなきゃ取れなくね。でみんなここはさ、かなり早め、もうスネークブロック乗ったら早めに行くこと大事かも。そうだね、もうここら辺から行っちゃおう、行っちゃって、でここら辺に行かないと間に合わねえ。オッケー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 。さっきの死をね生かせ、経験を生かすことってやっぱ大事ですよ。生かせないやつがダメなんだよ、やっぱ生かすことって大事よ。オッケーオッケー。でこれで中間を取ればバンチオッケーよ。でルドウィックたちのなんか8日間ね、新州の群れによる連なんかね、連携攻撃が来るので、私はそれをかわしていきましょう。行きましょう。まだ行っちゃっていいかな、まだ行っちゃっていいな、ここら辺で。はい、オッケー。オッケー。なんかめっちゃつってるわ。でここら辺に行け、待機スターコイン取りたいんで。オッケー。オッケー。ちょ行け、でもちょっとここいやらしいな、ここ思った以上早いぞ、ここ早い。オッケー。でここら辺でちょっと一回掘りますの。オッケー。で一回こうピカンとされる前で待っての。オッケー。で、あとはもう突っ切っていくような感じでいいと思ったが、ちょっとここら辺で一回行きたい行きたい行きたい。オッケー。で、からのここでダッシュ。オッケー、さっきはね、あれだったからね、重たい以上、加速が重たい以上に当てすぎてびっくりした。おー、危ねえ、おー、帰ってったねー。帰ってったね、普通に。あー、もう、普通にラスト、なんかラストの雰囲気めっちゃ出てる。ゴールドフラワー使わないよ。クッパ様相手だからね。さすがに。で、中間。こんな場所に中間？二つあんの、中間が。めっちゃ優しいな。さすがクッパ様と言うべきか。え、クッパさんめっちゃ長い階段用意してんね。めっちゃこんな長い階段用意してんだね、クッパ様。うわー出た。クッパ様お得意なやつ。ちょっと一回戻ります。アイテム取ってきます。あ、しかもクッパ様2回目は炎放ってこない親切設計なんだね。
2回目は普通に放ってくると言ってもこんな感じなんだね。クッパ様、これ直線上に入ってるのがマリオからしては普通に見えるよな、これ。いや、ああ、普通に、なんで口を押さえてんの、あいつ。やべえ、言うべきじゃなかった。まだちょっと早かったって、ちょっと気使ってるもんな、あいつ。で、おう、まあ、今とこただのクッパ様。で、炎吐いて、おう、炎吐く。で、クッパ様。おえ、クッパ様。何、ハンマー、え、嘘だろ。いや、これで終わるような、ふぬけではないはず、クッパ様は。しかも、2上の秒数見て444秒。めっちゃ不吉。あれやな、私がラスボスだったのよ、マリオ。え？ってなる展開かと思ったが、まあ、そうはいきませんよね。ん？何これ？骨の足場？え、何？これクッパの体の骨からできた足場ってこと？え、グロテスク？どういう能力だよ。まあ、クッパゲッポできるもんね。スーパーマリオ 3D ランドで空飛べるってこと判明したからね。ヘルプ！自分だし、できるそうだけどな、あいつ。おお、お前らがラスボスか。なるほど、納得。視点集全員だったら納得。お、なんだ、お前ら今回カメックは、カメックついに組みされた？それもあれ、敬老の日だから、おい、なんか、ね、いたわってんのかもね。敬老の日近かったもんね。もう過ぎたけど。ああ。声がでけえ。めっちゃ声でかいじゃん、クッパ様。何これ何すんの、え、なんか足場出てきた。え、何これ、あ、何？端っこ取れるとよけるよ。うん。なんか、もしかしてこれ俺がいる場所見かけてな、なんか目がオレンジ色になってるもんね。明らかに俺がいる場所殴ってきてるね、これクッパ様。うん。明らかにクッパさん、俺がいる場所確実に殴ってきてるわ。ちょっと待って、これこっち側行っといた方がいいかな。これどこ殴る？ここ殴んないよね。オッケー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 。ちょっと、ちょっと待って、足場がないんだけどクッパさん助けて。ありがとう。オッケー、クッパ様ありがとうね。ちょっとこれ普通に上どんどん登っていっちゃった方がいいのかな。普通になんか登っていっちゃった方がいい感もあるな。これなんだ、おお、なんかついた。おお、クッパ様普通に怖いね。で、これなんか、あ、これダッシュ稼げるじゃん。オッケーオッケーオッケー。で、これ稼げるようになったんで、これなんかクッパ様してくる？あ、なんかしてくるね。おお、めっちゃ焼き払うじゃん。焼き払え、オッケー。これある状態でさっきの骨だったら楽勝じゃないか。あ、これあるじゃん、ね、これは楽勝すぎだよ。あ、すっげえ楽。めっちゃ楽だ。めっちゃ楽だわ。ちょっと待って、こっち側行って。これちょっと、これ、こっち側、どっちになってくる、クッパ様。あ、そう、なんか、炎いる、炎出てるな。炎出てるわ。オッケー、オッケー。で、こっち、俺、どこにいる、どこにいるの、俺、どこにいる、あ、そこにいるのね。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。で、これ、ちょっとこっち行って。どこにいる、俺。もう上まで行ってる。クッパ様、ごめん。割と、荒技で攻略しちゃってる。いや、普通にごめんね。なんか、めっちゃ早く行き過ぎた。ちょっと次から、ちょっとなるべく画面内に映すから許してね。ごめんね。今度、クッパ様、ごめん。これ、なんか、2連撃になってたりは。あ、するね。やっぱで次最後とかなんじゃないの、普通に。 BGM やっぱかっこいいね。めちゃくそでかくっぱサムネに使えそうな素材だね、本当に。え、ちょっとごめんね、ちゃんと画面内にいるように努力するから。ごめんな、本当に。さっきは普通にごめん、先行きすぎた。俺がちょっと先を行きすぎた。なんだ、紫色の炎ホーミングしてる、若干ホーミングしてるな。オッケーオッケーオッケー。で、ここに乗っての、はい、で、こっち行きます。おおおおおおお、ここにいる俺、どこにいる、あそこね。オッケーオッケー。なんだよ、真ん中にいる、判定された。めっちゃ真ん中で、あ、で、こっち側行こっか。オッケー。なんかついた、なんかついたぞ。クッパ様、もしかしてこれは、もしかして、おっしゃって、平気、えみたいな。え、押すんかいみたいな表情してたけど、マジかよ、つったらもう。えどういう仕掛けなの。マグマがあれかな。あれかな、元栓開けられたんかな。そうだろうね。いやいや、ちょっと定位置に戻るな、マリオ。あ、ここかみたいな感じで真ん中に戻ったじゃんね、めっちゃ。ヤッフフフ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 。いや、めっちゃ反響してんじゃん。大丈夫か。で、出たよ、謎パワー。あいつだけ重力軽いんかな。ルイージ使わせろ、ルイージ使わせろ。もう俺はもう本編クリアしたからルイージで行くぞ。普通に終わったな。あ、ニュースーパーマリオブラザー2。いや、抱きかけてんじゃん。え、なに、うわ、すげえ、ピーチ、お、ピーチが加わってるせいでめっちゃなんか、すいません、ちょっと。めっちゃあんまり失礼なこと言ってしまったので、ちょっとね、ちょっとぶち殴られました、ピーチで。何これ、コインを取れて、何、金稼ぎ用のステージ。
めっちゃ金稼ぐじゃん。最後まで金稼ぎなのね。ちょっと待って、見たみんな。これ、俺ね、ダッシュね、これね、何もしてないのに、マリオバックに下がるわ、勝手に。だから俺ね、これ取ろうと思ったら、若干後ろに、若干マリオが動く。そのせい、コインが取りづらい。やばすぎ。で、なんかジャンプ中もなんか、やっぱ女性にそういうこと言っちゃ失礼よねっていう感じよ、本当に。いや、本当あれやだって感じだ、本当に。何がとは言えない、あれやだって感じだ、本当に。もう何がとは言わないけどね。俺、あれやだに対してだけはマジで失礼に行くから。そういう仲だからね。あれやだと、本当に。いや、本当にあれやだな、これ。いや、全然カルトに全然取らせる気ねえだろ、これ。しゃがめもしねえ。ただ単にマリオがピーチを抱えてるだけ。タヌキを使え、タヌキを。なんでタヌキ解除したら、これピーチに殴られたんかね、一発。そうだろうね。変身系で殴らってるもんね。というわけで、これで表目は今回で攻略完了ですね。じゃあ次回はね、裏面ですね。おー、クッパ様元気？ふぅふぅ。めっちゃ先行くじゃん、マリオ。それ、ムーンウォークマリオね。で、あー、墜落したな、あいつら。どうなった？うわー、あいつらから金が。これ、あいつらの全、あれだわ、全財産だわ。いいね。めっちゃ今回、トゥルトゥトゥトゥルトゥーっていう歌声すごいね。これ、マリオが歌ってんのかな？絶対違うだろうね。これの、歌手のノコノコの方だろうね。ノコノコフィールドで歌ってたもんね。うわ、死人がいるぞ、大丈夫か？死人めっちゃいるが。あ、でもイギア生きてそう。でも脳震盪は確実に起こしてそうだな。めっちゃ金取るの意外と大変だな、これ。これ全部取れる人いんのかな？タスぐらいだろうな、これ取れるの。タスさんぐらいでしょうね。オッケー。で、体を、取っての、はい、取っての、はい。意外とエンディングロール、俺喋ることがないっすよ、ほんとに。まだ裏面もあるしな。モートン、大丈夫？ただ単に新書がかわいそう。ブイブイですらはぶられてる。うわー、なんだ、めっちゃ、花火みたいになってる。誰があいつあげてんだろう。うわ、魚だ。ウェンディだからか。あれか、ウェンディが乗ってるぐらいだから多分そうなんだろうな。ステージを、あれかな、ボスキャラたちのステージの、あれオマージュしてんのかな。そんな感あんまねえな。で、ルドウィックとかうなだれてんな。みんな大丈夫か？なんだ、おつやじゃん、めっちゃ。どうしたの？で、うおー、金だ、嬉しい。で、クッパ様はもう顔面いないもんね。埋まっちゃってるもんね。クッパ様。クッパ様はやっぱそういうとこ愛着持てるよね。いや、いよいよね、それはもう11月も10、てかもう10月だからね、ジャンボリーも発売近いですよ、皆様。楽しみだね。それからの11月はついに来たマリルイ。もういっぱい楽しみだね。ちょっとさすがにジャンボリーまで若干期間あるから、それまでちょっとマリパなんか新作やって腕試しするのもありな気がすんな。そんな気がすんね。まあ、とりあえずは裏面を攻略。うるろいねと思ったら、お前エンドの A や EAD の部分に、なんかすごい、おー、鳥だ。この鳥よくいるけど何なんだろうな。実はあれなんじゃないの？マリオの戦闘能力を分析するために PGM が送ったスパイのロボットなんじゃないの、あれ。ああ、もう動けなくなった。終わりですね。とにかくこれは多分エンディングですね。ルイージはぶられてんな。一緒に旅出たはずなのに。ルイージどこ行ったんだよ。てたらたたらららた。ヒャッフー！うーん。すげえ、マリオサンシャインのあれを思い出すね。で、スターワールドが出演しました。めっちゃ普通に出るじゃん。めっちゃ何事もないように出たじゃん。で、いつでもセーブできるようになったと。完璧。ちょっと待って、一回ルイージでできるかどうかでやってみていい？え、LR どうしよう。きたー、主役だー。こっから本番と言っても過言じゃないね。それじゃあみんな、今回の動画ここで終わりますよ。次回はいよいよここ、裏面、スターやっていきますよ。なにこれ、スターコイン90枚で先進めます。先進むに決まってんだろうがよい。じゃあとりあえずじゃあみんな、今回はね、で、ここ何？ここなんかいつもと違くない？色が。ここなんだ？ここだけ寄って終わる？いや、次回これ寄ろっか。じゃあみんな、今回の動画ここで終わります。じゃあ次回、ワールドスター面攻略開始いたします。バイ。